わったら荷物を搬送用に積み直せ。こいつ動かねえぞ。そこをどけ、俺がやる。戻ってきた。Thank you.
この仕事にありつけたのはララのおかげでもある。ララはいつも私を信じてくれた。大学の友達の大半は映像制作なんてくだらないって言ったけど、みんな私のことアメリカから来たただのトラブルメーカーだと思ってたし。でも人生トラブルだって必要でしょ。ララだってたまにはハメ外したいって思ってた。私がちょっと手伝ってあげただけのこと。二人でいろんな国を旅行したな。ブルガリアに貧乏旅行に行った時はいつも私がララをクラブに連れてったっけ。キリマンジャロの南斜面をハイキングした時はララは遺跡にしか興味なくてでもまさかあんなにたくさんいい男に会えるなんてね今回の調査はきっと最高の思い出になる。ララはノートを片手に、私はカメラを片手に、新たな冒険の始まり始まり。
とした距離でいたけど、そう僕の光が…よし、これで OK ね。アレックス、アレックス、早く助けに行かなきゃ。アレックス、今助けるからね。あのワイヤーを脅かすだけ。俺のこと見直しただろ。今助けるから。あ、ごめんごめん。ダンサーの夢は諦めるしかないな。何してるの、危ないじゃない。なら俺はもうダメだよ。工具を頼む。諦めないで。俺みたいな男がヒーローになれる貴重なチャンスだ。みんなが待ってるんだ。逃げて。早く。古い航海日誌。数ヶ月に及ぶ発掘調査の結果、この島特有の天候に関する新たな情報を入手した。また沿岸部の発掘現場からは鎌倉時代の名高い将軍の墓が見つかっている。この発見により謎解きに必要な情報が全て揃った。これでようやく嵐を制御できるだろう。基地に古墳が。嵐を制御するにはどうしたらいいの。
店舗通報ね。日付は読み取れないけど、19世紀半ばに日本で大量に作られた貨幣よ。16世紀にポルトガルが植民地のマラッカ用に作った貨幣ね。きっとあのガレオン船に乗って流れ着いたのね。太陽の女王もすでに老朽を迎えていらっしゃいます。遠からず後継者を指名されることでしょう。それが自分になるのではと思うと不安でなりません。女王は私を可愛い長女とまでお呼びになるのです。人形のように片時も離さず、髪を櫛ですき、お気に入りの衣で着飾らせます。そんな時私は言い知れぬ不安を覚えるのです。でも何より心を乱されるのは、私を見つめる女王の眼差し。それはまるで鏡に映ったご自身を見ていらっしゃるかのようで。死ぬぞ。逃亡した囚人が隠れるには絶好の場所だろ。それ
に行ったら死んでるぞ。爆発音がしたから心配したよ。アレックスは助け出せなかった。あんたと一緒にいると生存率低いの。レイエスなら私を避けたら。いいから食べよう。今のところ静かだけど、ずっとこのままとは限らない。仮にここで死ぬとしても、空腹で死ぬのはごめんだよ。飯がうまいと気分も晴れる。ん？ようやく前向きになれたな。レイエスが修理を終えたらすぐに元の世界へ戻れる。しかしとんでもない土産話ができたな。本当、二度と卑弥呼の名前なんて聞きたくない。道潮に合わせて出航だよ。待って、ダメ。ララもういい加減にしてくれない？逃げられない気がしているのは私も同じだよ。確かにマサイアスは正気じゃないかもしれないけど、目は本気だった。彼は卑弥呼が蘇ればこの島を出られると思って。確かに異常だけど、この島自体異常だし。これは自然の嵐じゃない。いい加減に認めないと。確かに船が嵐に襲われた時、何か恐ろしい気配を感じた。ここは呪われてる。どこ行くの？崖の古い基地の下に遺跡がある。マサイアスたちはそこで嵐を操るヒントを得た。何があるのか確かめに行く。準備ができたら出航するよ。あんたがいなくても。ララを置いてはいかない。張ってるよ。レイエスは修理中で他のみんなは寝てる。一晩中起きてるつもり？ホイットマンと交代するよ。まだ信用できないんだろう。気をつけた方がいい。私がいない間も博士から目を離さないで。
この洞窟は礼拝所だったみたい。ここで何をしてるんだろう。魚を取る場所。食料を保管してるのね。中にある儀式の前へ行くには、あの船を直す必要がある。はあ、島を出るどころか内陸に向かうなんてみんなが納得するとは思えないけど、そこは何とかしなきゃ。問題はレイエスね。娘の元に帰りたがってるし、ロスを失って悲しみに暮れてる。それはみんな同じだけど、マサイアスがなぜサムにこだわったのかはわからないけど、それはもうどうでもいい。無事に戻ってきてくれたんだから。